はい、ということでね、今から軽井沢の白糸の滝、白糸の滝に行く途中で、うん、なんかこんなの見つけたから、うん、超綺麗、反射がすごいね、すごい、うわー、めっちゃ綺麗。これこれいいじゃん。いや、川のだよ、川の。川のとんの？川の中にあるやつ。なんで？え？なんで？これでいいじゃん。これ可愛いけど違う。違う。川の中にあるやつ。川の中のもうでかい、もうちょっと大きいやつね。オッケーオッケー。使いましょう。オッケー。ほら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 。うわー。すごい。やばいやばい。なに、ここの川のやつ取れて？これで。取んねえよ。だからここからジャンプして、うん、あそこから取って。さ、太鼓な嫁です。太鼓です。では、以上、先に行きましょう。じゃあなんでこの名前についてるでしょう。なんでこの名前です。白い糸みたいだから。あそのまんま、そのまんま単純。川の中のモミジ探して取りに行っていきたいと思います。 OK、うん、じゃあちょっと行きましょう。行きましょう。やめて落ちるよ、本当に落ちる、やめて落ちる、やばいよ、本当に落ちる、やばみじね、取れました。ありがとう。これ後で乾かして、乾かしてこれで絵を描いていきたいと思います。超冷たいよ。でもこれ超特別だからね。目標達成しました。あとで家帰って、うん、歌っか。やばい、これ絶対うまいやつよ。ベロ。でもかわいそう、今見てる。生きてるやつ見てるから。5分前。やばい。絶対うまい、マジでうまい。食べていいよ。一口かわいそう。え、マジ本当にうまい。だと思うんだよね。今から取ってきた葉っぱに今から描いていきたいと思います。もう破けてんじゃん。こんな感じで、
感じで葉っぱを使って炊きました。じゃあちょっとねベロちゃんの反応を見たいと思います。うーん、すごい。あ、これこれ綺麗じゃん。こっちがいいね。絵よりも、あー、あーでもこれかっこいいよ。かっこいいでしょ。こんなカットカットでしょ。いいじゃん。もちもちですか。もうめっちゃいいと思います。今度は北海道に行ってみよう。何していくの。葉っぱ葉っぱ取りに北海道に行くの。わかった。じゃあ葉っぱは麻酔でしょ、うん、だから石。いいよ一緒だよ。そこの 石も北海道の石も一緒なの。一緒。あー、OK。 ありがとうございます。はい、ということで楽しんでまたチャンネル登録と高評価お願いします。アディオスアミゴス。